はい、小豆島町議会議員三木隆の週一動画パート6ということで、6回目ですね。なんかね、同じような感じでやっても意味がないんで、ちょっとね、動きをつけたりしてみました。はい、週一動画はね、パート6始めたいと思います。今日のテーマはですね、有権者の権利と義務ということで、あくまで私の考えですね。前回の動画で議員のね、権利と義務っていうお話をしたんですけど、まあね、今回はちょっとね、有権者の権利と義務っていう話を、していきたいなというふうに思います。まあ、議会の使命ということでね、もう何回も出てきました。うっとしいですかね。議員筆記ですね。議員に当選するとこれもらえますね。誰でもでも買うことはできるので、2800円出せば買うことができるので、読むとね、本当に議員のあり方とかね、議会運営のやり方とか、結構細かくじゃないですけど、抽象度を増して書いてるところもあるんですけど、すごい勉強になるので、まあ、議員をね、目指そうかなとか、議員ってどういうことを本来やるんやろうとかね、疑問に思った方は買って読んでみてください。まあ、このね、本の中で、ね、議会の使命って書いてるんですけど、まあ、2つあって、その2の方ですね、行財政運営や事務処理ないし事業の実施が全て適法適正にしかも公平効率的にそして民主的になされているかどうかを批判し監視することであると、いうことで、まあ、監査義務とね前回の話で、中でお話したんですけど、まあ、監査義務が当然あると、それはですね前回ね議員の中では議決権という権利を行使するのであれば監査義務という義務を果たす必要があると、私はねそう考えております。で、これですね、皆さんにちょっと、質問をしたいと思いますね。行政をチェックするのが議会の使命なら、議会を構成する議員をチェックするのは、っていうことですね。もう一回言いますね。行政をチェックするのが議会の使命であるなら、議会を構成する議員をチェックするのは誰なんでしょうという感じですね。これは、僕は、それがね、まあ、有権者、まあ、有権者の権利と義務っていうテーマにしてるんで、まあ、答えは有権者だと思いますね。要はどういうことかっていうと、まあ、権利と義務ね、有権者の権利と義務ということで、まあね、まあ、放棄はできるんですよ。選挙権ですね、選挙に行く権利、そして投票する権利ですね、これはもう権利ですね、選挙権、投票権っていうふうに、法律上でも確か載ってると思いますね、その権利を行使したのであればね、したのであれば義務としてですね、やっぱり監査義務を私はね、有権者側にもすごい果たしてほしいなというふうに思います。やっぱね、私とかも特に、前回のミーティングとかでも言われたんですけど、議員が出る前にね、マニフェストっていうんですかね、こんなんやります目指しますって言うて、立候補しましたよねと、それが現状どの辺までできているのかをこうねビジュアル化してほしいって言われたんですよ。それ言われた時にそういや誰もしてないなと思いまして、まあ私はね、そういうことがあってもいいようにってわけじゃないんですけど、目指すとか例えば、ね、いつも言うんですけど地域活性化とかを目指しますって言われても、そもそもどうなったら地域活性化で、それって人によっても捉え方も違うし、自分はそう思ってこれやってるんですって言い切ったらなんか逃げれるみたいなことがあって、僕そういうのあんま好きじゃないなと思って、僕はね、出るとき自分のね、マニフェストっていうんですかね、公約に関しては自分がもうできる行動だけを書いてます。なので、私の達成率で言うとほぼほぼ100に近いですね。ミーティングをやりますとかですね、お金の流れを理解しますとか、あとね、3つ目ですか、3つあったんですけど、3つ目はですね、若い人をね、次の選挙に出しますって言って、それはちょっとね、抽象度が高いので、達成率って難しいんですけど、ミーティングはね、もうすでに11回、やってますし、もうね、17回目ぐらいまでの場所を抑えてますし、それからね、お金の流れを理解するっていう部分に関しては、まあ、ミーティングの中でね、ちょっとアウトプットさせていただいてるんですけど、現状の財政のね、表を作ったりして、皆さんにね、少しでも分かりやすく財政を理解、していただくためにね、また私も理解するためにやってたりするので、まあ、比較的ね、パーセンテージは高いんですけど、なあね、そういうのをお前どこまでやってんねんと。ね、お前、あの時こうやって書いてたやないか、どこまでやってんねんっていうのは、投票ね、選挙権とか投票権という権利を行使したのであれば、義務を果たしてほしいというふうに思うんですよね。そうやって住民の皆さんが、もうガンガンね、議員に、議員というかね、もう特に私に言うてきてほしいなと思うんですけど、ね、お前ちゃんとやってんのかと、ガンガン言うてきてほしいなというふうに思ってます。で、そのためにですね、ミーティングにもちょっとね、来てほしいなというふうに思いまして、まあ、前回でもね、前回の動画でもちょっと PR をさせていただいたんですけど、2月はね、27、それから3月13、27、もう抑えてますね。安田公明
民館を押さえてますので、夜19時から22時なので、ぜひ皆さん参加してください。で、それからですね、新たに2月から始めます、三木たかしと気軽に調整を語るカフェということで、茶を飲むわけではないんですけどね、なんか気軽に参加してほしいですね。で、あのミーティングの時にですね、やっぱね、夜は参加しにくいっていう方を方がね、何人かこうメッセージでいただいたりしたので、まあ土日のね、午後とか、まあ午前中とかにね、やっていくような形でいくと、まあ参加しやすい人がね、中にはいらっしゃるのかなと思いまして、まあ気軽にね、調整っていうのを語って、まあ行政というかね、まあそうそう、政治とか調整っていうものがもっと身近に感じていただきたいなというふうに思いますし、まあね、私の考え方とかね、住民の皆さんの考え方をもっとね、私自身が、こうやってほしいとかね、こんな風に考えてんねんけどとか、いろんなことをね、吸収させていただいて、私自身もね、成長させていただきたいし、住民参加型のね、こう政治っていうかものをね、作っていきたいなというふうにも思っております。まあ、場所がね、ムトス館っていうね、まあ小豆島町の人しかわからんから、町立図書館っていう場所なんで、まあ比較的、駐車場もね、ありますし、来やすい、集まりやすい場所だと思いますので、まあ、気軽にね、語るっていうところで、さっき言ったようにね、権利を行使したのであればね、監査義務っていうのをしっかり果たしていただきたいなっていう思いで、もう私にね、もうガンガン圧かけていただいて結構です。ね、そういう意味で、ミーティングと、それからカフェを、新しく始めるカフェにね、どんどんご参加いただきたいなというふうに思っております。では第6回の、動画はこれにて終了いたします。どうもありがとうございました。